立ち飲みスタイル。何にしましょうね、1曲目は。僕大好きな歌があるから、はい、あるから。ミキ、うん、彼の車に乗ってないかもしれない、うん、ないかと思って、あの17歳でどうかなと思うんですけど、はい、それでいきましょう。甘いですよね、甘いですね。この頃は、なんかいいね、これ。銀行とかけまして、さあ、もうここはスナックですから、歌いましょう。この頃は、やっと幻。何かリクエストありましたか？飲み物
をじゃあ、ちょっとあれしてきます、はい、飲み物とビールはこちらと書いてあります、はい、そこちらで、じゃあ、飲み物をあれしてきます、はい、ぜひ持ってきてください、飲み物を、ありがとうございます、確かめたくてオリジナル曲もあるんですよ。あ、じゃあ、私が作詞させていただきました。イエーイ、世界の絵本です。続きまして、はい、B 面の遠田町本当をやらせていただきます。花の名古屋の野番割り、コンポを束ねた風呂敷を担いで行き交う砂ぼこり、さすが先生、読み込みが早いですね。もうだ。じゃあ待ち温度で良いとなっと。さあ皆さんご一緒に良いとなっとでございます。はい。出たよ。おいもわさりも踊るにゃ。ああ長者待ち長者待ち温度で良いとなっと。あ、まずまり。それさ、わかります？あれだな、初めて見た芸人です。そうなの？どこで？東京に、カメラに連れてきて、遊びに行った時に、東京タワーに連れてかれて、東京タワーの下に放送局があって、東京ジムチャンネル。ホールで、なんかコンサートやってるのを連れてかれて、初めて見たのが、堺正明が司会で、すげえねや。天地真理が2人出てきたっていう。あ、素晴らしい。記憶にはほとんど残ってないんですけど。あ、そう。すげえ。あれ、そうです。はい。これは何年でしたっけ？45年ですよ。あ、一つしか変わんないじゃないですか。70年ですか、1970年。万博生まれ。へぇー。大阪の。万博の次の年生まれです。マジ言ってたか、今。グッディアで大谷呼びだ。大谷呼びがない。あります。グッディア。恋人よ。僕は頼りだ。次の日本に出る。そう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 。そは旅立つ私は欲しいものの在庫よ考えの俺の国染まらないで帰って染まらないで帰ってよ。
ありがとうございます。そうじゃまちの高度経済成長期の幻を売ってるお店なんです。